ワールド、スターライト島でスターゴーレムが暴走中ですね。2024年11月の7日、12時過ぎですね。やっぱ倒していく感じ系ですね。あと、ガチャも追加されてるはずですね。こちら、サイド B、ステラ・アストルムですね。先に効果の方気になるので見てみますか。多分ね、私、運だと思うんだけどね。違うかな?直線上の範囲に魔法の弾を発射する。弾は敵に当たると爆発し、敵の防御上昇をすべて解除する。もしかしてスターゴーレムって防御めちゃめちゃ上げてくる感じですか?多分これ使わないとダメみたいな感じかな。その後、敵の防御を8段階ダウンさせるフィールドを作り出す。なかなかダメージ通らないかもしれませんね。あ、賢さ 15% アップですね。同属性の味方の HP を 15% アップ。なんか運が上がるかなと思ったけど、あ、これでも賢さが637まで上がるみたいな感じですね。HP とかもね。まあ、ちょっと試しに一回引いてみますか。これ結構ね、こっちの方の R の星を集めるフェアリーっていうのが結構レアっていうのもありますからね。じゃあちょっと何回か引いてみますか。私いつかポケモンコラボわかんないですよ。来るかもしれないから、それまでちょっと撮っておきたいのと、あと次の新しい島でも、なんかガチャが追加されそうだなって思ってるんですよね。だからそのためにちょっと撮っておきたいっていうのもありますからね。ちょっと切りのいい右下が80になるまで引いてみますか。さあ、出てきてくれたら嬉しいけど、ガシャーン、なんか UC ばっかりだね、単発だと。まあ、フィアリーでもいいよ。反巨人。あと一回引いてみるか。はい、もう一回ですね。あと、水パーティー私結構作ってるんで、水の賢さアップとか、運アップとか、そういうのが来てくれたらね、いいなとは思ってますけどね。はい、おー、レアじゃん。あー、大魔術師。まあ、こんな感じでしたね。まあ、こんな感じに、星降り島とおとぎ話ガチャサイド B っていうのが、で、今回はジャンヌ・ダルクじゃなくて、モニー・スマウ少年に変わってましたね。これは昔からあるやつですね。こちらはね、私あまり詳しくないんですけどね。まあ、このような感じですね。もちろんね、サイド A もありますかね。あと、レアガチャの方もありますね。今まで通り。さあ、まだ私パーティー作ってないな、こっちの。スターゴーレム。ちょっとどうなってんのよ、この島の星のエネルギー。尋常じゃないわ。スターゴーレムが暴走してる。なんかでもこのキャラクター可愛いな。不吉な星が出てたから来てみたけど、あんたなんか知ってる?スターピースを集めてる?何それ、みんなの願いを叶えましょうとかそういうのにバッカみたい。どうせあのバルキリーにでも口添えされたんでしょ。本当お人よしなんだから。私はステラ・アストルム。とにかくスターゴーレムを止めたいの。あんた手伝って。おすすめガチャ。再ログインしたらなんか出てきましたね。可愛いですね。じゃあちょっと早速やっていきますか。これまだ戦えないみたいな感じかな。あ、戦え、レベル20か。どのパーティーで行こうかな。やっぱ草で行くか。ちょっとね、パーティー作ってないんだよね、まだ。じゃあこちらでやっていくか。道中落ちてんのかな、スターピースみたいなのも。多分ね、倒していったら入手できる感じだと思うんだよね。で、また最後はめちゃめちゃ強いみたいな。あ、そこそこ、スターピースも落ちてますね。で、これもなんか、自力で出せることできんのかな?どうなんだろう。まあ、とりあえず、ちょっとこうやって倒していったら入手はできると思うんですよね。まあ、一応入手して、これ入手しなかったら未知の道とか、そっちの方も狙えるか。チューチューと同じだと思いますね、こちら。最後の強いやつは倒せないかもしれないとか。おお、1か。なかなか厳しいな。はい、こちら。星の力を秘めた少し特殊なゴーレム。詳細は不明だが、スターピースの力に反応するようで、宇宙から飛来したものではないかと考えられている。これを研究すれば宇宙の神秘を解明できるではと。日夜、様々な実験や研究が行われているとか。ちょっと見てみるか。まだちょっと技は見れないんですけどね。星にしないと。あ、やっぱ防御が高いですね。で、リーダースキルは?これ何枠だろう?これ2枠なんだね。星空の来訪者を覚えるみたいな感じですね。まあ、多分、どん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 戦っていく感じだと思うから。あ、これエクセレントにした方がいいな、最後。もう最後の勝ったやつは大事なんだよ。あれ?
だんだん強くなっていく感じか、ここに行って。あ、レベルが30とか、ちょっとずつ上がっていく感じかな。あれ、さっき30だったかな。移動しないでずっとここにいる感じ。ちょっと他のところを見てみる。ここだけ？あ、ここだけっぽいな、今のところ。移動しないで。じゃあ、ちょっとパーティー編成しますね。ちょっと即席でパーティーメンバー作ってみましたね。アイテムは防御とか攻撃とかやった方がいいかもしれませんけど、まあリーダー草属性なんで草にして、まあ、あとは封印と、まあ表現の悪魔入れてみたみたいな感じですね。これ多分ね、レベル上がっていくと勝てないと思います。ちょっと途中までだったらいけると思うんで、ちょっとどんどんやっていこうと思っております。まあ封印とかもありますね。この辺はミクさんで回復できるからいいかな。で、属性合わせない場合は、まあ、ジャンヌとかでもいいと思うんですけどね。ちょっと、草属性には草のリーダーだけ、ちょっと合わせた方がいいかなって思って。まあ、ちょっと入れてるみたいな感じですね。もう敵が来るね。いいね、いいね。よし、よし、じゃあやっていくか。防御開けられないようにしないと。ちょっと封印しよう。封印ならないのかな？あ、封印一応なってるね。あ、もう倒した。さすがにまだレベルが低いからか。いいね、サクサクできる。あと分かりやすいですよね、ここにいるっていうのが。で、レベル30だよね。で、次上がって、あ、グレードになったね。オッケーオッケー。これでなんかこの交換所のやつ見ておいてください。この右上。2501枚じゃないですか。これ結構ポイント高いのと40とか上がっていくんで、どこまで戦えるんだろう。多分80ぐらいあるんじゃないのかな。ちょっと自分でもうこれ倒せない人はちょっとディグルみたいな感じですね。私もちょっともう今回集めるかもしれない。多分ね、ガチャキャラ入れたら簡単に勝てるような感じにはなると思うんですけどね。前のエリザを見た感じだったら、だからいざとなったらまあエリザを入れてみるとか、まあ、そっちの方がいいかもしれませんね。よーし、じゃあミクさんでやって、まずこっちで防御を下げていいね、いいね。もう封印になってるもんな。多分レベル60ぐらいも、お、ここからシルバーになりました。なんかだんだん上がっていく感じだ。これ全部買ったら全部入手できるみたいな感じになるのかな。グレートになったじゃないですか。グレートは2枚もらえます。あの、交換所。あ、これです。あの、調査メダル見たらわかる通り、2503になってますよね。前2501でしたよね。グッドだと1枚。グレートだと2枚。エクセレントだったら3枚もらえます。この調査メダルですね。あの、親分限定なんですけどね。この途中の調査結果とかは関係ないです。だから最後の親分を倒すときは結構大事なんですよ。調査メダルを集めてる人に関しては。だから、塵も積もれば山となるですよね。こちらの最後の親分も。これ封印しなかったらどうなるんだろう。防御めっちゃ上げてくる感じなのかな。まだ相手の攻撃見てないな。ただどっかで多分ね、私やられると思うんですよ、このパーティーね。多分60か70か80ぐらいの敵と戦ったら多分やられちゃう、このパーティー。まあ、うまく逃げながらだったら戦えるかもしんないけど。さあ、親分スターゴーレム、まずこっちで防御下げた後に封印も入れるか。オッケーオッケー、すぐ封印入ったよいや、気持ちいいね。ミクさんを使うのは攻撃力アップさせてるためですね。もうこれ攻撃アップのアイテム装備させといてもいいな、今のところ。ただ防御が強いだけなのかな。あ、星5になってるね、ちゃんと。いいね、エクセレント3枚もらえたよ、今ので。まあ敵も強くなってるってことだね。おお、60、これ3つもらえるやつだだんだん強くなってる。スタミナも結構使えるね。今のでどんぐらい手に入ってんだろう。これもらえる個体値とかは全部同じなのかな、ランクアップとか。で、ここで入手して、あの、色違いは自分でディグって探してやるとかでもいいかもしれませんね。すぐにランクアップさせないで。どこで出るんだろうね。ちょっと探してみるか。なんだ、呪いの少年だったっけ。呪いの少年、私雲晴の時にやったんですけど、左下のマップの巨木あたりがめちゃめちゃ出ましたね、呪われた青年。だからそこで探せばいいのかな。さあ、やっていくよ。まずこっちで一回防御を下げて、これすぐ打って封印した。あ、上がった、上がった、上がってしまった。封印先打った方がいいかもしれないね。
ほらほら、めっちゃ上がってるよ、これ。だからこれ解除させないといけないみたいな感じだね。なんか撃ってくるかもしれないな、これ。ちょっと怖いな、ここ。撃ってくるよ、多分。なんか撃ってくる。あ、なんか弾みたいなのやるんか。こう、なんか強いぞ、弾みたいなのやってる。やばいやばい。これまだ敵が弱いから大丈夫なんだけど、敵が強くなったらやばいね、この弾は。あ、でも内側に入ったらなんとかいけそう。ほら。弾当たんないよ、この。敵に近づいて戦う系だ、多分。なんか出した後中に入り込むみたいな感じかな。おー、いいね、ゴールド。まだ手に入ってる、こっちの方で。初手封印撃つか。でも防御ダウンも入れたいんだよね。ねえ、いいですね。星さん。あ、グッドになっちゃったか。しょうがないな。これだったらもうミクさんじゃなくて、普通に光のやつとかでも入れてもいいかもしれない。あ、70になった。そろそろ無理かもしれない、私。ミクさんの場合は一回ね、円から出たら効果がなくなっちゃう。ただ、ミクさんは防御力アップも兼ねてるから。まあ、ジャンヌダルクもいいんだけどね。回復系いらないかな、それか。一気に勝負決めれたら勝負決めれてもいいかもしれないけど。あと、ワンパンのやつ。悪魔巫女とかも使ってもいいかな。どうなんだろうね。最初が勝負だよな。封印させた方がいいかもしれないな。もしかしたら。ちょっと最初封印打つか。一回すぐ封印打って、もうやって、やって。あ、減らないな、でも。で、近づいてやると。弾が出てくるから。まあなんかビームとか発射してくるのかなとか思ったけどね。そうでもないよね、見た感じ。で、こっから出てくる感じでしょ？弾が。さっき見た感じね。で、中にいれば OK みたいな。で、封印しとけば全然怖くないような気もしてきた。なんか弱くね。嘘だろ、前の、チューチューのやつめっちゃ強かったけどな。いや、最初の封印が効いてるのかもしれない。初手封印。だって上がってないじゃないですか、ステータスが。もう封印で抑え込みましょう。やっぱ初見で勝てるか、これ。次80だよね。どこまであんの、これ。じゃあ、次も行きますか。80だね。あ、ちょっと、体力回復しよう、これ。溜めておきました。なんか来るだろうなと思ってたんですよ。こういう形じゃないと思ってたけど。まあ、なんかガチャもね、追加されるか、スターゴーレムも追加されるかなと思って。じゃあ、ちょっと重たくなってきた。一回シャットダウンしようかな。これ、戦闘に支障が出るかもしれない。多分みんな遊んでるんでしょうね。ここと同じマップのところに。さあ、いいね。星さんも結構手に入ってるし。あ、こう、やばい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 。ちょっと待って、敵が強え、敵が。ちょっと待って。マジか、敵が、左下の表現の赤も見てください。回復していく、ミクさんで。これ。あ、だから回復系いた方がいいかもしれない。だから80から一気に強くなる感じか。もう、これ倒しとこう。ちょっと届かんな。やばいな。ちょっと油断してたな。この辺も敵も強くなってる。初めてなんか、ディーグル地方の、これやったの思い出すな。あの、初めてディーグル地方の雑魚敵のやつやった時もこんな感じだったからね、私。いや、ここもね、安定取って、ちょっとミク3回復。多分負けるような気がする、ここは。左下の表現の悪魔回復させるから。ここカットしてもいいんだけどね、別に。まあ、少々お待ちください。いいね、回復。全回復したかな。で、ミクさんが回復していきますか。わぁ。これ間に合うかな。一回すぐ入れる。いいね。封印入れて、打って、打って、もう一回ちょっともうすぐ勝負をつけたいから、こんな感じに行って、で、防御も下がってるから、近づいて、殴ると。これで半分は減らせるね、なんとか。うわぁ初見殺しだろ、これは。ちょっと録画見直してみよう。マジで、え、どうなった今の。全体に来たような気がするよ、これ。無理だ、これ。だからガチャっすか全体に来てんだ、これは。いや、ちょっとまあ今回はやめとこう。逃げるよ。リタイアです。ありがとう、みちこ。みちこの耳寄り情報、スターゴーレムに関する情報をゲットしました。どうやら敵の防御がダウンしているときや、こちらの攻撃と運がアップしているときに敵の特技の威力がダウンするようです。あ、だから敵の防御がダウンしているとき、だから、防御ダウンの技のやつを連れていくみたいな感じか。で、こちらの攻撃と運がアップしているときに、敵の特技の
威力がダウンするみたいな。あ、だから今攻撃アップ見てしてるキャラ入れてたからいいみたいな感じか。で、またエイルとステラアストルムの特技がスターゴールムに対して威力がアップするみたいですね。しっかり対策してから挑みましょう。だからこれを見てから、まあ、戦うみたい。まあ、前回の中中の時と同じですよね。あの時もジャンヌダルク入れてたらめちゃめちゃ強くなったじゃないですか。ね、攻撃力が解除したりとかして。だからそれを見触れて、この80。これはまあ、倒せた時に動画投稿します。まあ、今回はちょっとアップデートで遊んでみたよみたいな感じにちょっとしようと思っております。ちょっと考えたのがね、延々と封印させてやろうかなとか、いろいろ思ったんですけど、今の聞いた感じだと、まあ、運と、まあ、攻撃、まあ、両方上がるやつか。だから、あれか、カチャさんのやつか。この子か。エイル。だから、攻撃と運を2段階アップしとか。なるほどね。だから、エイルを60にしてからやるとかかな。だから、ま、ランクアップで、ね、ガチャでエイルを当てたりとか、ね、するのもいいし、まあ、ランクアップさせて星4にするっていうのもいいかもしれませんね。で、今手に入れたやつか。ちょっとやってみますか。こちら。これね、ステータスが微妙に違うんですよ、これ。タップしたら。もう知ってる人多いと思いますけど。何がいいのかな。で、これ169、防御が180です。これ防御をメインにした方がいいかな。じゃあこれちょっとハートつけとこう。みたいな感じですかね。で、攻撃は148。まあ、攻撃もそこそこ。HP は高いね。で、中見たらこんな感じか。まあ、防御特化でいいのかな。で、今のところ見た感じは、なるほど。あと6体手に入れればいいみたいな感じかな。あ、これ適当に作っとこう。あ、でも色違いとか入手する可能性もあるのか。だから、今のレベル80を倒したら、多分星3が手に入るんで、星4作れますね。多分これ最後です。だからこれね、全部倒したら星4作れますよ。残りの星5に関しては、まあ、ディグってくださいみたいな感じか。だからこの最後倒せない人は、なんかどっかでディグって、まあ、自力で、星4、6体ほど入手して、まあ、星4作るみたいな感じですかね。で、ジャンヌだったら近づけるからね、まあ開けて、近づいて、もう敵のところにぶつかっと、一気にやられちゃった。終わったじゃん。皆さん、ちょっと、テイク2で今撮ってるんですけど、今のパーティー、ちょっとお蔵入りなんですけど、ミクさんとジャンヌで、常に攻撃上げて、でもミクさん強くね？なんか強いよね、ほら。さっきからミクさんだけ耐えてんだよね。なんでこれ。ほら、耐えてるよ。ミクさん意外といけんじゃね？っていう、なんか、最後のお蔵入り動画ですね。これもちょっと、いろいろ考えとこう。スタミナこれ、帰って、来るようにしてくれたら嬉しいんですけどね。でも一体でも入手することができたら、この最後のみちこチャレンジ埋めることができます。これで 100% にできるのでね、まあ、全然大丈夫です。だから始めたばかりの人もこちら一体は普通に入手できると思います。で、図鑑も埋めることができました。この親切設計は本当にありがたいですよね。しかも草属性を探してください。星1でいいみたいな感じですからね。まあ、こちらで、キャラクターもね、ちゃんとこちらニューで出ましたね。あと、スターゴレムのちょっと技とか、ちょっとさっき詳しく見せてなかったので、ちょっと見て終わりますか。この星3になったら見れるんでね。1から3つの岩を召喚し攻撃する。この特技で敵を倒すと自分の防御を1段階アップする。敵より防御が高いほど威力が上がる。さっきのボス、1、3個じゃなかったけどね。あれ、チーターだよ、チーター。やばいよ、あのゴーレム。で、同属性の味方の HP を、5% ダウン。防御を 25% アップ。防御、HP を 5% ダウンして防御を 25% アップとか、まあ、するみたいな感じですね。では、ご視聴ありがとうございました。実況者は、チョメでした。まあ、私は、まあ、残りは、地道にディグって集めて、もし、勝てるパーティーがあった時に、まあ、動画を投稿すると思いますが、まあ、あまり続編は気にしないでください。